はい、こんばんは。いらっしゃい。楽しんでってください。こんばんは。あれ？これどこだ？ああ、5位か。あ、今日は S 赤だ。S 赤取りそうだな。S 赤取りそう、取りそう。頑張ってます。ありざいす、ありざいす。おお、アメさん、こんばんは。楽しんでて。こんばんは。今日は人少ないからね、まったりかもしれないけど、ぜひぜひ楽しんでってください。この前警察からね、え、何だったの結局。気になってたんだよね。何だったのね、何だったの。うん、教えて教えて。そうだったんだ。そうだったんだ。お、アイカいらっしゃい。ヤッホー。あ、そうだったんだ。あ、でも、俺、それ、アメね。アメちゃんね。それって、お願いできるのって、信頼してるからだよ。うん。それ、信頼してるからだよ。あの、刑務所とか極端なところに入った時に、頼れる人に電話するから。弁護士さんに、その、情報量が少ないのよ。時間が限られてるから、本当に頼める人にしか頼めないよ。だから、アメのことを信頼してたんだよ。その、それは、あの、嬉しいことだよ。あの、配信者の中にリスナー5万といるわけじゃん。でも、この人は信頼できるっていう風に判断したわけだから。俺もほら、あの、留置所入ったことあるからわかるもん。うん。そういう時って、あの、本当に信頼してる人に電話かけてくれって言うから。うん。なるほどね。そういうことだったんね。うん。頼られてるんだよ。だから頼りがいのある女なんですよ。まあまあまあ、それはしょうがないよ。それはしょうがない。
のんたん後ろにいる。元気元気。今のんたんと初めて外食したところに行ってラーメン食べてきた。本当はのんたん家で自炊しようって言ってくれたんだけど、まあせっかくの休みだからさ、外食ぐらいしたいなと思ってね。そのために頑張って働いてるわけだから、元気だよ。仲いいよ、相変わらず。仲良しこよしよ。29名さんいらっしゃい。楽しんでて。仲がいいのが一番いいよね。春巻き事件は収まった。あれはネタ。あれはネタ。いつも言ってるけど全部ネタだから。根に持つようなことはないね、ほとんど人生で。一杯食わされたんだ。一杯食わされちゃった。いや全然いいよ、全然いいよ。盛り上げてくれてありがとう。全然いいっすよ。ちょっと灰皿、灰がパンパンだから捨ててくるわ。ラーメンはツイッターに書いてある通りで、つけ麺、もつのつけ麺、もつつけ麺ラーメンって言って、焦がしたもつとニンニクと玉ねぎ炒めた何系スープなんだろう、あれ。あー、そこでしか食えない味だね。何とも言えない。もうもつつけ麺としか言えなくて、で麺がコシのある麺で、なんだろう、
すごい特殊なラーメンなんだよね。新宿のその店舗でしか食えないんだけど、最近なんか通販で出たらしいよ。俺今までそのラーメン自体はあんまり好きじゃなかったんだけど、つけ麺を食べるようになったからラーメン好きになったのね。だからつけ麺が好きなんですけど、でそれでまああのまあトップ3に入るラーメンだって言ってるね。あそこのラーメンはすげえうまい。結構感動するよあの味は。はい、ワード2。トッコさんいらっしゃい。深夜帯のリスナーになってきたね。はい、ワード2。たくみさんいらっしゃい。楽しんでいってください。お、マキルさん、ワード2。バーガープレゼントありがとう。いつもありがとね、マキルさん。ワード2でございます。まったり行きましょう。うん。もう11時半か。早えな、時間経つ。あ、そうだ。あれだ。あれだ。ガチッチさんから、お土産もらったんだ。開封してみようか。リスナーさんから、これ知ってる？みんな有名なのかな？有明ハーバーダブルマロン。俺が栗好きなの知ってて多分選んでくれたんだよね。俺栗が大好き、栗が大好きって言ってるから、なんかね、すごい古いリスナーだった。本当の初期の初期から見てるって言ってて、で、結構それ言う人多いんだけど、マフラーって言われた時に分かって、俺が配信始めて、生まれて初めて、そのバックステージパスを発行した時の、この話が出てきたから、あ、本当だと思う。おー、うまっ！なんだこれ。え、なにこれ、超うまそうなんだけど。え、のんたん食べよう？なんか、栗のお菓子、はい。すごいよ。あ、これ、はい。のんたん。うん、ガチッチさんからね。ガチッチさんありがとう。ガチッチさんいただきます。何なんだろうこれ。ハーバー。横浜のお菓子だ。大切な人。え、モンブランのお菓子だってすげえうまそう。うわ、何これ。あー、うまそう。うわ、これ絶対うまいわ。こんないいお菓子ね。横浜ハーバーだって。ありがとうございます。いただきます。横浜。で、横浜ハーバーのダブルマロンっていうお菓子。いやー悪いね。なんか手ぶらで来て全然いいのに。律儀だよね。いただきます。わ、うまそう、これ。あれだわ。パン、なんつうんだろう、これ。パンケーキじゃなくて、なんつうんだ。その、ケーキ系のお菓子。なんつうんだろう。中にあんこが入ってる系じゃない？こういう。横浜で有名なんだ。初めて食べます。じゃあ、いただきます。ガチッチさん、ありがとう。いただきます。あ、うめえ、これ。あ、うまい、これ。あ、うまい、これ。あ、いいね。マジうまい。あ、いい。うん、高級お菓子の味がする。これはだから、いい育ちの家のお菓子ですよ。うん。富裕層が食べるお菓子だよ。富裕層のキッズが食べるやつ。うまー。あ、うまいわ、これ。うん。あ、めっちゃうめえ、これ。うまい。うまい。うん。あ、これうまいわ。あ、めっちゃうまい。うん。あ、うま。いいね。あ、うめえな。ごめんね、俺ばっかり。なんか。いつもなんか俺ばっかりいい思いしてごめんね。ぐぬぬってなってるよね、今。リスナー。うん。うまいなぁ。配信者で
ある程度まで行くと遊んでるだけで15万以上のお小遣いになって、こうやってお菓子もたくさんもらえたりとか、プレゼントとか手紙とかが届いて、さらに47歳のメンヘラの彼女を手に入れることができる。めっちゃ羨ましいだろ47歳のドメンヘラの可愛い彼女ができるからぐぬぬですよあ、うまかった。ごちそうさまです。うまい。ぐぬぬ、ぐぬぬっていいよね。47だよ、飲んだ、うん、騙されて、騙されてしまっていたんだよ俺は。いやーすごいよ、ほんと若いよ、若い。あ、アニタさんいらっしゃい。はい、ニコ生の和道ではなくて、僕はふわっち専属配信者和道です。どうも和道です。こんばんは。やっぱニコ生の和道って言われちゃうんだね。ニコ生のイメージが強いんだろうね。すごい太った。やっぱりなんかすげえ言われるんだよ、太った太ったって。今日浅井さんにも太りすぎって言われたし、ニコ生配信したら太った太ったって言われたし。そんなに太った？あ、そう。自覚ないから怖いよな。17キロ、18キロぐらい太ってるんですよ。だからかなり太ってますね、今。ただそんなに、あ、でも久々に見たら18キロ太ってたらデブって言われるよな。18キロだもんね、4ヶ月で。うん。朝原翔子って話うまいですね。めちゃめちゃうまいよ。みんなよく聞いてね。みんなの中にはね、カルマという存在があって、ね、カルマの解放をしていくと言って、みんなのムーラダールチャクラをね、解放していくことができるんだよね。それでね、みんなをね、ハルマゲドンから守ることができる。それが真の道。それをみんなでやっていくことが、我々オウム真理教のカルマです。なんとなく似てる。なんかね、独特なんだよね。熊本県民の喋り方ってなんかいいよ。俺、熊本県民結構好きなんだよね。うん。熊本県の男は面白いね。ろくでもない男が多いんだよ。マイルド、そう、優しい声なんだよね。あれに騙されちゃうんだよ。ではね、尖りがないんですよ。似てる？ありがとね。雨ね、ありがとう、ありがとう、本当にありがとうね。修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。人は誰でも持っている、みんなの心に持っている三四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 。ああいう人たちって話にリズムがある。あるあるある、うん、ある。俺もでも自分のリズムちゃんと作ってるよ。トークってそうなんだよ。よくね、話の内容が上手いとか下手じゃなくて、話の内容を聞いてる人って意外と、ヒトラーは天才だよ。そう。ヒトラーのスピーチって意外と聞いたことないでしょ、みんな。感動するよ。ヒトラーのスピーチ。マジですごい。ちょっとヒトラーの音聞いてみる、演説の。多分ね、意外と聞いたことない人多いから、ちょっと流してみようか。最初の5分間ぐらい超静かに喋るし、最初沈黙から始めるんだよ、ヒトラーの演説って。で、音的にはすごくいいよ。国民が熱狂するだけあるよ。ヒトラー。ヒトラー、アドルフ・ヒトラーの演説聞いてみようか。話、そうなんだよね、抑揚とかね。最終学歴は、幕張免許センターですね。はい、ワード2。
じゃ沈黙から入るのって、あのテクニックの聴衆ってさ、何百人も前にいるわけじゃん。そこでじゃあ始め、用意スタート。今日ここに集まってくれたすべてのっていう喋り方から入るの、絶対演説うまいやつって。これ何かっていうと、そのマスってざわつくんだよ、待ってる間に。そうで、ここで一回落ち着けるの。要はもう出てきたら普通喋ると思うんだけど、それを一回止めることによって、この呼吸っていう空気を作るんだよ。喋ったらダメなんだっていう。で、そういう風にすることによって、あの一回ね、あの止まるんですよ。聞く状態を作るの。聞く状態っていうの、これがうまい。だからヒトラー今立って何も喋ってない状態で、ずーっとこうやって見てる。すごいよ、ずーっと間だよこれ。もう立ってるんだよ。ざわめきが収まり、人々が進んで自分の話を聞こうとするようになるまで辛抱強く待っています。おー、ナレーションが入ってる。ずーっと待ってるの。黙るまで待つ。天才だよ、演説の。静かに喋り始めるでしょ。後半すごいよっていう風に静かに一言一言ゆっくり聞かせた後、後半見てみようか。後半まで飛ばすよ。4分後どうなってるか。4分後いきます。やばいでしょ、ここまで抑揚つけるから。要はもう全部計算でトークやってんの、このクラスになると。多分今までの、あの今まで政治家とかいろんな人たちがいるけど、その中で一番スピーチうまかったのは多分ヒトラーだよ。本当に勉強した方がいい。もうすごいので、感情とかを動かすの、本当に怒号とかになるの最後、聴衆の声がうわーみたいに。あのね、喋ってる内容とかすごいの、もう訴えかけ方が。我々が今立ち上がらなければみたいな、もうすごいんだよ。この国は終わってしまうんですよみたいな、ぐわっと開けてくるから。うん、あ、俺ちなみにあの講演会やってた頃は、あのヒトラーのスピーチはかなり参考にしてた。かなり参考にしてた、かなり研究したね。っていうのも、あの日本スピーカー協会って言って、そのスピーチをプロスピーカーって言って、スピーチのプロを育てるところの、なんつうの、会社があるんだけど、そこで、いろいろテクニックを教わってた。ヒトラーはすごいっすよ。はい、カエルさんワード2、いらっしゃい。ヒトラーはすごい。天才中の天才。え、こんばんは。大輔さんいらっしゃい。和道さんの喋り方聞きやすいもん。俺でもね、配信の時はどちらかっていうと、ラジオの喋り方とかを意識してて、そう、なんだろうな。でもどうなんだろうな。テクニカルにやってる部分があるけど、本当にトークが乗ってる時っていうのはテクニックを超える。うん。それね、なかなかね、その喋るっていうことが技術だっていう風にあんまり認識されないじゃん。だからね、難しいんだけど、培ってきた技術よりも、そのね、メンタルとか精神状態がテクニックを超える瞬間っていうのがあるの。それはね、喋ってて気持ちいいよ。うん。要は、もうね、なんていうのかな。要はさ、ジャブとかストレートとかコンビネーションとかアッパーとかフックとかじゃないんだよ。うん。うん。ちょっと待って。
要はあのね、言霊っていうのを日本人は言葉に魂が宿る、言葉に霊力があるっていうことを知ってたわけじゃん。で、言葉が持ってるパワーってあるんですよ。最近科学的に音の研究とかが進んで、整数字倍音とか、要はその音そのものが実は感情を動かしてるんじゃないかとか、いろんな研究が進んでるのね。亀尾さんはどつだから、そのまあ、R の揺らぎとか、その美空ひばりとか歌手とかが使ってた独特の音とかがあるんだけど、俺が実は向いてる声質っていうのは、ニュースキャスターとかに向いてる声質、発音は違うんだけど、発音はちょっと滑舌が悪いからダメなんだけど、声の質的に言ったら、淡々と情報を的確にそのやるっていうのが向いてる声質なので、逆に言ったら政治家っていうのは内容はない、要は意味もない言葉なんだけど、温かみがある言葉とか聴衆を引きつける言葉っていうのがあるのね。例えば、最近の研究で言われてるのが、田中角栄と小泉さんがそれが抜群にうまかったって言われてて、声質的に言うと、要はあのね、雑音ってあるんだけど、要はリコーダーと尺八でよく例えてるのね。で、俺の声質っていうのはリコーダーに近いんですよ。要はピーっていう単音あるじゃん。単音でノイズが少ない音。だけど、ノイズが多い声っていうのは、実はすごく、安らぎを与えるって言われてて、今日は皆さん、本当にこの放送に、お集まりいただき、みたいなさ、こうガーっていう声が、こういう声の質ってあるでしょ。わかる？滑舌は悪いんですよ、僕。はっきり喋る声質、要はクリアトーンっていうのかな。いや、うなはだからうまいんだよ。だからうなちゃんマンって実はあの声質ってそうなんだよ。あのよ、おい。ってやるでしょ。だから安心するようにできてんの。そう。うなのモノマネとはちょっと変えてるんだけど、だから美空ひばりとかも、赤いリンゴに、みたいな、ここで詰まらせる音が出てるのわかる？唇よーって、あーって、あーって、ここで、うならせる声を出すんだけど、要は尺八で、ボーって、ビューって音出るでしょ。あれがリコーダーと構造的に違って、それって自然の中にある音と一緒って言われてんの。だから安らぐの。要は、笛の音とか、リコーダーの音みたいな、単音がクリアトーンで出る音っていうのは、自然界に存在しづらい音って言われてんのよ。だけど、なんつうの、ざわめきとか波の音とか、安らぐヒーリング系の音って全部雑音が混ざってるんだよね。倍音って言うんだけど。その研究とかもある、だから本当は俺の場合だともうちょっとキーを下げて、俺これくらいのキーで喋るでしょ、若干高めなんだよ。これって耳障りな音だから、これをこれくらいの、違うな、これくらいのトーンにして、静かにもう少しゆっくり喋るようになると、多分、そう、これが多分イケボってもっと声が低いんだけど、これくらいで、あ、みんないらっしゃい、ワドです。そうだよね。多分ね、このトーンで喋るはずの、イケボ配信者って。いやさ、いや、わかるよ。ちょっと低すぎる。だから下手なんだよ。高い音が出すぎなの。ありがとう。いや、そうだね。いや、今日さ、ラーメン食べてきたんだけど、いや、すごいいい店なんだよねって。そう、声が高いの、俺は。これは、でも持って生まれたものだから、逆にこういうのに向いてる声っていうの、トークっていうのもあるから。ただ、配信をやる上では不利。圧倒的に。抑揚がつきづらいから。圧倒的に不利です。圧倒的に不利。ラーメンの話題なのかっこいい。そうだよ。だからかっこいいって実は作れるんだよ。俺はもう、高い声で、通る声で、もう作り込んじゃってるから、結構変えづらい。ていうか、もともとのキーが高いんだよ。地声のキーが。
なイケメンキャラとかイケボキャラってゆっくり喋るから、必ずゆっくり喋ってる。あの日常会話だとゆっくりすぎないっていうぐらいゆっくり喋るよ、うん、あと静かに喋る、これもイケメンキャラ。静かに喋ると低音っていうのが出やすくなるのね。静かにゆっくり喋ると、でマイクの音量を上げるとそうなる。これくらいかな。ああ、うん、ああ、いやそうだよねって。いやもうキャラじゃない。うなちゃんマンの声はずるいよな。正直言うと、羨ましい声だよね。結構いいなって。ゆっくり静かにの方が聞いてくれるね。そう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 。っていうのも、俺ニコ生が母体だったから。タイムリーにコメントを拾って、で、その、なんつうのかな、パッパパッパ答えていくっていうのに慣れちゃってるんだよ。だからここが難しいよね。ウナの声は多分ニコ生で一番いい声だと思うよ。うん。ダミ声とか言われてるけど、声で特徴があるっていうのがいかに配信者として有利な武器かっていう。それはすごいよ。な、見た目的な特徴と、その、声質の良さで圧倒的群を抜いてるんだよ。で、そこにプラスアルファ面白さとかユーモアさとか、すっとんきょなこともあるじゃん。だからね、生主としてはスペック相当高いんだよ。うん。うなちゃんもニコ生してないどころじゃないよ。ふわっちでずっと配信やってたんだけど、配信自体を引退した。去年の末に。もうそれからずっとやってないね。あれ何月だったっけ ?11 月だっけ ?12 月だっけ。結構経つよね。うなちゃんマンいなくなってから。てか、マジで戻ってこないよね。うな。ちょっと寂しいよな、うん。すぐ戻ってくると思ってたけど。今回長いね。まあ、まあ、1年以内には帰ってくると思ってるんだけど。もう戻ってこないのかな、うなは。俺は配信会に絶対必要な人間だと思うけどな、うなちゃんマンは。どうなんだろう。ねえ、うなロスだよね。珍味団とかどう、何やってんだろうね、今。どこを目指してるんだろう。ゲルゲとコラボしてた。あらしいよね、なんか。コラボっていうか電話に出ただけでしょ。ゲルゲの電話に出たんだよね。うん、コラボってわけじゃないでしょ。圧力半端ないっつうか、俺と鮫島さんの予想はビタビタに合ってて、まあ多分出しちゃいけない名前出したんだろうなっていう。あ、そうなんだ。ゲル、え、てかゲルゲと復縁っていうか別れてんの知らなかったな。あ、そうなんだ。電話だけなんだ。うなちゃん、え、うなちゃんみたいな、な、いう声がいい。なっちゃんみたいな、これ。あんなユニークなおっさんいない。あのね、あの、うなちゃんマンが天才なのがどこかっていうと、生で会ったりとかわかるんだけど、俺も一回しか会ったことないじゃん、ぶっちゃけの話。だけど、トツとかでは何回も電話でかけてるからわかるんだけど、あの人ね、作ったキャラクターじゃないんだよ。みんなさ、わざとやってると思ってるけど、あの人結構ガチの人なんだよ。マジでプライベートでもあんな感じで、あの、ほら、カメラ回ってないとこ、あの、配信者って2パターンいて、全く、その変わらない人と、カメラ回ってる時とか回ってない時、まんまその人と、思いっきり作るタイプの人がいるのね。で、みどりさんは思いっきり作るタイプなのよ。普段全く喋らないし、超おとなしいの。で、よっさんもそのタイプなんだよ。ま、うなちゃんは全く変わらないね。お、中野さん、ありがとう、手袋。ありがとうございます。ありがとう、手袋。本当に変わらない。うなちゃんマンは、まんまあの感じ。み
みどりさんはまあほらキャラクターだし、その演じるタイプなんだよね。でこれ覚えといた方がいいけど、あの演じるタイプは鬱になりやすいの。演じるタイプは鬱になりやすい。そう、明石家さんまタイプなんだよ。まんまあの感じなの。うんうん、まんまあの感じ。いや、だからもう居酒屋とかでも、いや、やめてくださいよ、いや、いいっすよ、おい、ワード、余計なこと言うな、バカお前、あ、ビールください、いや、まあ、つっても、まあ、若かったですからね、はい、やめろよ、あ、光る、ワード、お前、バカだな、おい、ゲルゲって、こんな感じだったよまんまだから、あの配信を生で見てる感じ、うん、ハゲたおっさんの、うん、まんまだったね、うん、ああすげえと思って、すげえそのまんまですね、うん、ちゃんまん、いらない、そういうのいい、バカ、ダメだよ、こんな感じ、本当に、うん、まあだってあのよく言ってるけど、俺うなちゃんマンがきっかけでこの世界入った人だから、本当にあの好きな配信者一番ってうなちゃんマンってずっと言い続けてるし、あのなんだろう、配信者で好きっていうよりもあの人のライフスタイルが結構かっこいいなと思って、うん、好きだね、ちゃんマンは、うん、だからまあ一番うまくて一番すごい配信者誰だっつったら、まあ佐野智則だよね。間違い、そこは多分もう変わらないだろうね、うん、佐野智則が好きっていうのはなんかね羨ましいんだよね、あの人の生き方って、うん、そのなんだろうな、うん、うん、羨ましいね、すごく。実はね、うなちゃんマンダメだって言ってるけど、うなちゃんマンに憧れてる部分があるんだよ、絶対リスナーの中には。バカにはしてるけど、あ、こんな生き方いいよなっていうのは絶対あるはず。なんか縛られてないんだもん、うん、なんか奇跡じゃん。うなってもういくつ ?47?47 歳でさ、仕事もしないでさめちゃくちゃだよね。そうそう、自由が感じるし、うん、どっかね、どっか憧れる部分ってあると思うよ、男のロマン的なさ、なんか、うん、佐野は佐野だよ、だからそうなんだよね。あとうなちゃんマンの強いところはもう佐野なんだよね、佐野は佐野なんだよね、そこなんだよね、佐野智則をやり続けるのが仕事だからね。すごいよね、憧れるよ、佐野だねーだよね、本当に。で、うん、誰かが真似できるかっつったらできないんだよね、うん、だって全ての不可視が全ての伏線になるんだよ、ブランドだよね、トモノリ佐野っていうブランドだよね、もう竹尾菊池みたいなもんだよねうん、だってさ、すべて話すことがすべて不可視であり、すべての伏線な男っている？すべての話が不可視で、すべての話が伏線なんだよ、すごいよ、それを回収しに行くんだよ、天才でしょ。だからもう配信の神様がついてるとしか思えないんだよ、本当に。ピッケル佐野からのバールの下りとか神がかってるもんね、配信の神様が微笑んでるとしか思えないし、俺ねドアをねバールであんなにボコボコにされた人見聞いたことないもん、うん、武雄菊池と同じノリだよ、佐野智則じゃない、智則佐野だよ、うん、智則佐野だよ、怪しいもの好きにはたまらんだろうな、怪しいっていうかなんだろう、憧れのおじさんなんだよね。だから佐野になりたいわけじゃないんだよ、
そこは勘違いしないでほしいんだけど、みんなね、うなちゃんマンになりたいとは誰も思ってないの。違うんだよ。親戚にこんなおじさん欲しいななんだよ。近くにこんな人いたらいいなとか、友達にこういう人がいたらいいなの憧れ？わかる？ああ、お帰りなさい。いただきました。美味しかったです、めっちゃ。先ほどいただきました。いや、バールはすごいよね。っていうかね、人をあんなに怒らせることができるのがすごい。鶴之進って昔から知ってるけど、温厚なんだよ。基本的にほら、やんちゃ系なんだけど、すごい温厚系なんだよ。お帰り、あやか。どっか行ってたの？こんばんは。そう。だから、あの鶴之進をあそこまで怒らせるっていうのは、すげえなって思ったよね。もうネタでやってるように見えなかったもんね。あれ、ドア開けてたら、ほんと殺人事件になってたと思うよ。ほんとに。いや、鶴之進普通に温厚だよ。冗談もわかるし。だからね、踏み越えちゃいけないラインをね、ことごとく踏み越えてくるのが友則佐野なんだよ。もう誰もが分かってる超えちゃいけないラインを平気で飛び越えていくんだよ。いやー、だってもう声だけ聞いてても笑えるもんな、あの事件は。ちょっと俺だけ見ていい？俺だけバール事件ちょっと見ていい？バール事件見ようか。ちょっと声だけ俺聞くね。ああ、久々見るな。もう楽しくてしょうがない。もうニヤニヤが止まらないもん。声だけでも笑えるもん。つんちゃんどうすんのかなと思って。あいつぶっ飛ばさなきゃなんねえから。あれだってあれだろ。もうこっから面白いもん。あれの射程だろ。ぶっ飛ばしときゃいいんだ。酔っ払ってるな。うん。すげえな。いや、ゲルゲに当たってねえよ。ゲルゲに怒ることもないし。出たらダメだよ。いやいや、出るよ。あんなぶっ飛ばしちゃいいんだろ。なあ。そうだろ？うん。コブな、コブなんだ。ぶっ飛ばすからいいよ。俺も乗ってんじゃねえよ。いや、俺出るよ、ユウタ。うん。今、俺結構ピキってっから。ああ。あの野郎も調子乗ってんじゃねえぞ。ああ。ガッチガチにやっていいの？なあ。悪いんだけどよ。来た。音だけで面白いぞ。俺玄関で。やべ、来た。なあ、おい、そっちに言ったか。来た。うなちゃん47。てめえのか頭によ、玄関でこれ叩き切ってやっから。おい、来んだったらや。おい、ピッてやる佐野だから、ガンガンぶん投げてやっから。おい、わかったな、この野郎、てめえ。いや、これ、ほん、役者じゃないんだよ。この野郎。ほんとにこういう人なんだよ。こら、ガキや、この野郎。こっちから呼んでもいねえのに勝手に来やがって。俺、悪いけど、おめえのこと、これで、ばっこりやってかんな、この野郎。ガソリンをどんどんどかどかんだ、自分で。一発一撃だ、この野郎。すげえな。わかったなぁ、こらぁ鶴子、この野郎。いいなぁ、この野郎。こっちだって、おめぇよ。因縁つけられてよ。ああじゃねえ、こうじゃねえ、言われてよ。黙ってるわけねえだろ、こらぁ。おいこの野郎、てめぇの頭にずっぽり刺してやっから、この野郎。ふざけたこと言ってんじゃねえよ。頭痛い。俺はおめえに喧嘩なんか売ってねえんだよ。頭痛い。てめえが俺に喧嘩売ってきてんだよ。覚悟しとけよ。頭痛い、マジで。おいお前ら言っとけ、あいつの放送で。やべえぞ、佐野はって。ピッケル君になってるぞって。こんばんは。言っとけよ、お前、この野郎。何がホープの射程だ、この野郎。やべえやっちまうぞこら入れてやっから約束してやっから家まで
はい、はい、また、また振り。全部振りだから。無んだよ、お前。天才だよ、ほんと。開ける、開ける。もう約束するから。もう上がってこいよ。頭痛いもん。そうだろ、最高だよね。いや、お前らに約束するんだからいいじゃん。すげえよな、ここなの。約束したろ。ノーカットでさ、振りがいいじゃん。ノーカットで全部が振り、全部守ってないからね、これ。しかもバールでやられるんだよ、ピッケルさんとか。来た。来たよ。すごいよな、ノーカットだからね。はい。誰？負けてどうすんの？いや、開けれないよ。いや、怖いな。いや、待っとけって言ったって、やばい。うわぁ、壊してるわ。やってる、やってる。ねえ、警察電話して、誰か。ほんま110番電話するわ。割っちゃってるわ、玄関。うん、マジで割った。勘弁してくださいよ。すずさん。すずさん。勘弁してくださいよ。勘弁してくださいよ。すずさん。ちなみに俺このドア知ってるけど、鉄板だからね。俺このドア俺も行ってるじゃん。俺と鮫島さん、鶴さん3人しか行ってないから、うん、これ超分厚い鉄板だから、うん、これ鉄板じゃなかったらやられてたよ。すいません、あのマンション特有の厚い鉄板。すいません、うん、ください。すいません、すげえ音だな。すいません、勘弁してください。勘弁してください。普通の家だったら破られてた。100% いってた。いや、開けれないし怖くて。いやいや、もう勘弁してください。調子に乗りました。すいません。調子に乗りました。すいません。すいません。調子に乗りました。すいません。すずさん、勘弁してください。勘弁してください。何でもします。開けることできないです、怖いっす。すごい、全部本音だからね。すごい。勘弁してください。もうすごい。これはでも怖いよな。勘弁してください。鶴之進の腹のくくり方すげえよ。すいません。すいません。勘弁してください。勘弁してください。すいません。すいませんでした。すげえな。もうこれ開けてたら本当死んでたろうね。うん、これ本当に開けてたらやばかったと思うよ。すいません、勘弁してください。かっけえ。すずさん、勘弁してください。いや、だって俺ドアの写真とかリスナーさんからいっぱい送られてきたし、近所に住んでる人があのガラス破ってる映像とか見せてくれたの。その写真とかもう有名になったリスナーとか集まってバンバン送られてきたのよ。すごかったよ本当に。もうだから鉄板のこんな分厚いドアからピッバールが出てるんだもん。それくらいの穴なの。うん、あー部長かわいいよな。部長が守ろうとしてんだよちゃんまんのこと。いやあと森どんね。森どんはすごかったよね。森どんとバール、森どん、あ、じゃ森どんバールロハコ事件だから2年前、森どんバールロハコ事件激アツだよね。激アツ。あ、エプマンいらっしゃい。あ、岩田つ、うん、いやはい、ここでもう一回頭を聞くのが2だから、あのスターウォーズを456123456って見るでしょ、わかる、
4 5 6 1 2 3 4 5 6。はい、じゃあ4 4に戻りますね。あれだってあれだろ、あれの射程だろ。ぶっ飛ばしときゃいいんだ。うん、あーすげえわ。いや、ゲルゲに当たってねえよ。ゲルゲに怒ることもないし。うん、からおい、来んだったらや、おい、ピッてやる佐野だからガンガンぶん投げてやっから、おい、分かったな、この野郎、てめえやるかんな、この野郎、おい、こらーガキや、この野郎。天才、天才としか言えないもん。配信が生んだ神様だよ、もういやーすごいよね。面白いな。これはバール事件っていつだっけ。一昨年か、もう一昨年かな、うん、一昨年。バールって一昨年だっけ。あ、去年だっけな。もうどれくらいだ、なんかね、配信やってるとね、もう分かんなくなってくるんだよね、毎日ループだから。毎日がループだからさ、うん、年末だったね、年末だった、うん、一昨年か、一昨年の年末か、あー、そうだね、そうだね、一昨年の年末だわ、うん、でその翌年の明けにロハコ事件があるんだから、そう、約2年前だね。いや、もうあれから2年経ってんのか、うん、爆笑だったよな、本当に。ロハコ事件の後ってでっかい事件ってなんかある？森ドン、バール、ロハコの後は、あれか、マッチか。マッチで火のやつか。あとは、あと牛丼混ぜ男だ。そうだそうだそうだ、忘れてた。そうだよ。だから、大事件で言うと、バール、森ドンバール、森ドンバール、ロハコ、マッチポン、マッチ、牛丼、トング男だよ。牛丼混ぜ男だよ。おでんツンツン牛丼混ぜ男だいやー、バカばっかりだな、ほんとに。バカばっかりだね。あ、偽札もあったわ。そうだ、森ドンの1年後に偽札があったんだ。そう考えるとすげえな、ヨッサンって。そうだね。やっぱね、闇将軍は弱いよ。ここでうなちゃんマンだったら、ああ、やってみろよ、この野郎。何が悪いんだよ。おい、戦勝グループよーってやってるよ。戦争だよ、この野郎っつってやってるんだよ。それができないからレジェンドになれないんだよ。うなちゃんだったら絶対やってるよ。で、警察がピンポーンって開けて、開けろやって言うと、無理です怖くて開けれません。2ですよ。それくらいのことをやってくれる配信者ですよ。うなちゃんマン、戻ってこないかな。ちゃんマン戻ってきてほしいな。よっさんの偽札はもう完璧アウトだと思ったけどな。よ、すごいよね。よっさんのさ、偽札はみんなアウトだと思ってたし、よく出てこれたよな。無罪で。起訴すらされなかったんだよね。奇跡だよね。いやー、配信界のドナルド・トランプね。いや、だから、ドナルド・トランプが大統領になるって、うなちゃんマンが総理大臣になるような話だからな。すごいよね。いや、無罪どころか、裁判自体が行われてないから、実質無罪だよ。罪はないよね。罪っていうのは裁判の後に確定するもんだから。
無罪ですよ。だから罪はゼロですよ。すげえよな、恐ろしいわ。でもあれ、お金やったのって荒橋って本当なのかな。あれお金吸ったやつも吸ったやつですごいよな。よくそんな危険なリスクを犯したよな、処分保留とかでしたね。そう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 、処分保留ってことは結局あの、なんつうんだろう、書類送検ってことだよね。総理夫人のゲルゲル、まあそうだよね、元ファーストレディーだよ。だから元ファーストレディー。いやーすげえよな本当に。自分はよっさんの偽札から配信見るようになりました。あーじゃあ後発組なんだ。配信は1年2年って見ると絶対神回が起こるから面白いっすよ。よっさんの偽札からだ、本当にとんでもないのが出てくるから。なんかでもエゴサーチするじゃないですか。やっぱ配信者でそこそこ有名になってったら、ニコ生で全盛期の頃とか、やっぱツイッターでリスナーが何書いてるのかっていうのをチェックするためにワドーって検索するんですよ。そしたら面白かったのが、ロハコ事件の帰り道、要は鮫島の可愛い構図の帰りかな、なんかにエゴサーチしてたら、やばい、ロハコのせいで大学試験落ちたとか、単位落としたってやつが2人いて、超笑った。大学生がなんか学校サボったやつが2人いて、単位落としたって、ロハコのせいでって、超リアルだったよね。鮫島逮捕は大事件に入らないと思うよ。要はもう警察官とかもう知らない人いない、もう一般市民にまで浸透してるから。はい、こんばんは。なんとかみつさんいらっしゃい。鮫島さんとか配信見てる人しか知らないけど、配信見たことない人でも知ってるのがバール事件とか、だから、そこを超えるんだよね。配信から飛び出すんだよね、本当に。いやーすごいな。天才だな。お、エセアカ取ったか。あー負けた？うわーギリギリ。かわいそうエセアカ。すげえな、40人差で負けたんだ。エセアカかわいそう。サオさん知ったのはカニ踊りから。古っ古っ。あれってだってスティッカムでしょ？あれってニコ生ですらないでしょ？カニ踊りってだって7年ぐらい前じゃないの？7年とかそれくらい前だよね。7、8年前だよね。すげえな。スティッカムとかね。あんな、今で言ったら PTPT だよね。ポタポタだよって言われちゃうよね。シャンマン、ポタポタですよって。見かけないですね、そういえば。橋場で秀吉さんいらっしゃい。2な、橋場で秀吉はいいな。8年前か。すげえな。だからなんか、その、インパクトが違うよね。本当に、やらかしたっていう時のね。通報されたらネタになる。そうそうそう。もうテレビにデビューしちゃったやつね。
あんな笑うよな。インターネット見ててさ、朝ニュース番組ポチってみたらネタになるってこんなんやってたらさ、笑うよね。あ、こいつ知ってるってなるよね。あ、こいつ俺がいつも見てるやつだって思うよね。爆笑するよね、そんな。でもなんかグレイのひさしがうなちゃんマンに挨拶してた時はなんかちょっと羨ましかったけどな、うん、頭ペコペコ下げててファンだった感じ完全に、うん、で全然出てるぞニュースに、全然出るでしょ。面白いよね。テレビじゃ絶対に見れないもんね。やらせ一切なしだからね。うん。だし、もう配信の面白さはここだよな、本当に。やらせないんだもんな、これ。ただの事件だから。ただの、とんでもない事件をただ目の当たりにしてるだけだからね。だから配信者はやっぱカメラ回すのが正義だよな、カメラ回しなかったらダメだもんね、やっぱり。初めて見た時とかでっかい事件って何？みかんが初めてでっかい事件、ヌマップとかどうだったんだ結局。ヌマップ復活するって言ってさ、結局何だったの、ヌマップどうなったの。ロハコさん、だからそうだよ、ロハコさんが結局なんか嫌われ役になって引退するっていうのは、今のスマップ、ヌマップが予言してたことにならない？だってロハタクって言われてたわけじゃん。あれだから、そう、ロハコさんが嫌われてメンバー4人とこう、ねえ、だから予言してたんだよ、ヌマップが。スマップの解散を。無理があるから。なんか面白い事件起こんねえかな。とんでもねえ大事件起こんねえかな。ヌマップはやばいよね、本当に。ヌマップは本当に沼だから。ヌマップいたでしょ、うん、タンさんこんばんは、いらっしゃい、コメントありがとう。太りすぎかな、ちょっと痩せた方がいいかな。なんか結構今日いろんな人に太りすぎ太りすぎとか太ったなってよく言われるわ。さんはキャスか、ちゃんまはもう引退しましたね、ちゃんまいないっすよ、うん、体重は17キロぐらい増えてるし、体重計乗ってないから分かんないけど、
下手したら80キロになってるかもしんない、うん、人生で今一番太ってるのが今だからやばいなとは思ってるんだよね。本当にデブデブです、うん、デブですね、ただの、うん、春になったら暖かくなるし、また変な配信者が。っていうか、なんか春になると変なやつ増えるって言うよね、よくね。春になると変なやつが増えるっていう、うん、なんだろうね、季節が人間を狂わせるのかな。俺でもね、満月、要は配信者の事件と満月の日とか検証してみたいんだよね。なんか満月の日って実は殺人事件とか起こりやすかったりするんだよね。月の暦で結構人間のその犯罪率とか変わるんだよね、確か。誰が今、石川紀之か、これこれか、緑さんか。うん、それみんな人それぞれいろいろあると思うよ。人それぞれあるんだと思う。だからまあ自分が、自分にとってのナンバーワンでいいんだよ。そう。だって見方によってさ、閲覧なのかさ、何なのか全然変わるわけだから、うん、そう。だからまあ自分はこの人がトップだと思うっていうので全然いいでしょ、うん、木の芽の時は木の芽の時は摂取状態不安定。木の芽の時ってなんだろう。木の芽時、木芽時っていうのかな。初めて聞く単語だ。精神状態春。あ、春のこと木の芽時っていうんだ。へえ。なんかおしゃれな日本語知ってるな。5月頃。上位4人くらいだけが配信で食えるって。あ、全然全然。全然。ぶっちゃけた話、20万以上稼いでる配信者は多分俺の予想だと、20万以上、300人かな。うん。300人くらいだと思う。それくらいはいる。余裕で。そして、その中の一人だよ。みんな、その中の一人だよ。嫌なやつ。俺だよ。配信で稼いでる俺だよ。まあ苦節4年目にしてね、なんとか食い込んでますよ。300人がプロって名乗っていいんじゃないの？うん、300人はプロじゃないの？いやまあ別にプロ名乗んなくてもいいと思うけど。でもさ、俺やろうかな。配信者プロ協会とか作る。俺が。あ、それやらない？それ面白いじゃん。プロ配信者協会作る？プロ配信者協会っていう会を作って、俺がライセンス発行すんの。それどう？それ面白くない？プロかどうかっていうのを見極める、その、会社じゃないけど、で、会員証を発行するっていうビジネス。なんか流行りそうじゃない？プロ配信者協会。だハンターハンターライセンスみたいな感じで、C 級、B 級、A 級みたいな感じで。あ、それやろうかな。なんか、結構面白いビジネスになりそうだよね。それやろうかな。ね。配信者こんだけ5万といるんだから、ありだよね。ライセンス発行するの。で、そこの審査基準とかを厳格に決めて、まあ俺確実に C 級になるだろうけど。うん。でも面白いよね。決めるのはリスナーとかじゃなくて、それを本当にそういうなんか企画のノリとかでやるんじゃなくて、ウームみたいな感じで。だけど、その、症状と、その、まあ、入会金払ってもらって、症状と手数料をやるのと、月1回の交流会開くの。あ、それやろうかな、マジで。ちょっと久々になんかいいビジネスアイデア思いついた。うん。そしたらさ、あ、次お前何級とかいう指標が欲しくない？
なんかみんなが分かりやすい配信者界隈で、あ、俺ら DQ ライセンス持ってるとか、うん、それ面白いよね、面白いよねそれ。あ、それちょっと考えよう。うん、金梅はプロでしょ。リスナーから現金で600万バンってもらうんだよ。うわ、これで遊べよっつって600万もらえる人だよ。すごい。あ、300万か。3万名誉会長だろうね。うん、3万とか。あ、それやろう。ちょっとやるわ、それ。うん、それやります。それやろう。絶対面白い。年一回相撲みたいに番付で出しませんか。いや、だからネット上で常にその C 級ランカーとかを公表するサイトとか作ればいいじゃん。やばくない？だから雑談系何々とかカテゴリーとかもあるので、六角形のバロメーター作って、トーク力、企画力、顔面力とかさ、なんかそのカテゴリーを作るんだよ。で、そのどこに長けてるとか、こう矢印がこう出たりとかしたり、でこいつは雑談ハンターみたいな感じで、雑談配信者みたいな感じで、で免許証みたいにこうライセンスカード発行するって結構ありだと思うけどな。うん、そう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 、将棋協会みたいな感じで、月年に1回全員で企画やろうとか、要は月1回オフ会をやってみんなで集まって交流会開くとかさ、それ絶対ありだと思うんだよね。どう？それやろうかな、マジで。うん、それやろうかな。うん、なんかそれ普通になんか必要だと思って思うんだよね、日本配信者協会、日本インターネット配信者協会にしようか。うん、あ、それやろう。うん、企画っていうか、いや、ビジネスでやりたいの。企画でやったら、要はリスナーが誰がこうとかなるから、そうじゃなくて運営側だから、俺の名前とかも一切出さないの。もう協会の中で内部でやるだけ。それでなんかその俺がやってるっていうのを全面的に隠してやる。うん、要はちゃんとフラットに審査する。うん、それやろう、マジで。うん、絶対面白いじゃん。獣人がいないとダメっつっても、あれじゃん、いっぱいいるじゃん、知り合いで。でもある程度登録数とか増えてこないと無理よ、それは。うん、いや違うよ、登録数が増えてきたりとかすると、要はね、最初の頃は会費抜きにして発行していくんだよ、どん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 、あの知り合いの大手配信者に。うん、それでホームページに名前載せさせてっつったら絶対いいよって言うから。そしたら SEO でガン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 来るから勝てる。うん、大丈夫、大丈夫、協力してくれる人がいると絶対大丈夫。絶対面白いと思う。ボランティアスタッフとかで、だからスタッフさんにリスナーさんにお願いすればいいんだ。うん、まずはだからのんたんに口聞いてもらって、香川さんにのんたんのコネクションを使って香川さんをお願いする。香川さん企画ね、これ結構いいアイディアだと思うよ。うん、香川さん、鮫島さん、便所太郎さん、3倍目光くん、うん、あと誰いるだろう、3倍目光る、うん、川崎洋平もの、川崎洋平様子見るだろうな。うん、その辺から固めていったら、うん、でお金とか取らないからっつって、その代わりインターネットテレビに出ませんかっていうのとか全部仕事振るよって言ってさ、
そしたら配信者は嬉しいじゃん。登録しておきたくなるじゃん。で、テレビ局から中間マージン取ればいいだけだから。それありじゃない？雑誌とかテレビとかからかかって こっち側に問い合わせが来て、で、こっからギャラ出せばいいわけだから、マージンビジネスできるじゃん。ツイキャスフワッチ以外でも活躍できる曲。全部をだから統合すんの。配信者だったら誰でもエントリーできますよって。ウェブエントリーができて、で、あなたは何級ですっていうライセンスを発行するときだけ、まあ、5000円とか1万円とかを払うと。で、そのライセンスカードが発行された人だけが集まれるオフ会とかがあると。で、リスナーさんはそのオフ会に参加するときには入会しないといけない。3000円の年会払うと。絶対回るじゃん。俺、もしかしてとんでもないこと今考えついてない？なんかうまくいきそうな気がしない？だってさ、例えばなんだけど、大手配信者が5人、中堅配信者が10人集まるオフ会に参加できる年会費3000円ぐらいだったら払うでしょ？どう？俺結構需要あると思うんだよな。で、テレビとかからマージン抜いて、配信者にメリットなかったら、デメリットなかったら、なんかライセンスカードみたいなのいいと思うんだよな。あ、それやろ。やろ。毎日やめた、やめた、やべえ、絶対来る。あ、でも違うよ、逆だよ。違うんだよ、そこじゃないよ、そこで言うんだよ。インターネットっていうのは、嘘を嘘だと見抜けないとって俺が言うんだよ、テレビの取材で。会長として言うんだよ。嘘を嘘と見抜けない人はインターネットテレビを使うのは難しいですって俺が言うんだよ、こうやって。その写真が後々10年後とか語り継がれるんだよ。え、このアイディアどう？このアイディアマジでどう？結構金になる気がしてきたんだけど、どう？男性がいいのかな？ A とか B とかの方がかっこよくない？うわ、マジで考えよう。ちょっと、のんたん聞いてる？ちょっと来て、のんたん。俺今とんでも、のんたん？のんたん来て、俺、すごい、やっぱ天才だよ。クレーマーじゃなくて、あくまで解説員、専門家としてテレビに出ればいいんだよ。要は、詳しい人として出るんだよ。わかる？そしたら俺テレビ出るチャンス広がるじゃん。うわ、勝ったわ。え、俺マジで結構頭良くない？俺また久々ビジネスアイディアすごいのを考えたぞ。これいいじゃん。これ良くねえか。俺今とんでもないこと話してるよな。だって、ぶっちゃけた話、多分配信者なんか10万人以上いるよ。どれくらい9とかダサくない？ダンとか。どうしようか。決めようぜ。あ、それ作るわ。俺やるわ。決めた。決めた。やるわ。決めた。やる。それやります。ちょっと待って。ど。決めた。やろう。ちょっとトイレ行ってくるね。
なんかネットワークビジネスみたいだな。ブラック、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、アルミ、ステンレス。ネットワークビジネスでしょ、完全に。ブラックダイヤモンドとか。皆様、この度、ブラックダイヤモンドに就任された、新田健様をご紹介します。盛大な拍手でお迎えください。ブラックダイヤモンドの新田健さん、どうぞ。ネットワークビジネスじゃねえかよ。続きまして、トリプルエクセルブラックダイヤモンドを紹介します。ネットワークビジネス懐かしいな。ああ、やろ。どういう風に運営回そうかな。のんたは後ろにいるよ。うん、後ろでタバコ吸ってる。会員カードってどれくらいで作れるんだろうな。オリジナルの会員カードってどこで作れるんだろう。まあ配信会まとめる協会みたいなの必要だと思ったけど、今のところできてないから、そういう窓口みたいな方が絶対あった方がいいと思うんだよ。それは冗談抜きにして。で、誰もやらないんだったら自分でやるっていうのはありだよね。本拠地配信、配信者会館。それは儲かってきてからでいいと思うよ。そういうのは。そういうのは儲かってきてからで全然いいと思う。でもみんなあったら便利でしょ。サイトとかでその配信者を評価するサイトみたいなのあったら。だからリスナーがさ、評価するサイトはいっぱいあるわけだけど、純粋にフェアにさ、客観的にプロの視点でこう自分が今どれくらいの実力なのかっていうのを測るサイトとかあったら面白いと思うんだよ、うん、そうそう、新人の相談窓口とかさ、うん、配信者法律相談コーナーとか。でもそれって儲かってきたら専属の顧問を俺が弁護士雇えばいいわけじゃん。簡単に言うと、例えば月の売り上げが50万ぐらいいくとするとするじゃん。安定的に50万。そしたら弁護士費用って大体顧問契約とかするんだったら、知り合いの弁護士5万とかでやってくれるから、下手したら3万とかで顧問になってくれるから、でその個人個人のじゃなくて協会が弁護士つけると、でそこを相談料を格安で提供すればいいんだよ。うん、そうそうそう。で、マネージャーとマッチングとかもできる。例えばリスナーさんがマネージャーやりたいっていう登録とかをしてもらうと、会員になったら好きな配信者のマネージャーとかの斡旋とかしますよって。その代わり一般会員の人は3000円払ってくださいね、年会費って言って。いけるんじゃないかな。
年会費3000円だったら結構面白いことできると思うんだよな。うん、うん、どう思う？どれ深夜食堂から、いらっしゃい。どう思う？よく裏方に回れって俺よく言われてたの、昔から。でもこれできるの俺が向いてそうな気がするんだよな。うん、どう？そうだね、牛丼の正しい食べ方とかね。あ、だからセミナーやりたいって言って、あ、俺やるわ、これやります、約束します。はい、皆さんたった今、じゃあ名前とか、じゃあミーティングしようか、みんなちょっとミーティングしましょう。ちょっと枠取り直します、タイトル変えて。ぜひ次枠からあの会議やります。役員会議やるんで、役員の方出席してください。はい、じゃあお疲れ様でーす。次枠行きます。おつー、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。